幸せって感じることしかできないんです。今ここでしか幸せにはなれないんですよ。今 100% 今 100% 幸せだって人、うわ少ない、じゃあ 70% の人、あるいは 90% の人、その 20% 30% って何ですか。それ何があったらいいの今。構想することによって新しい流れ、本来の我々を生かしてやまないその完璧な流れに誰もが乗ることができると。同じ一つの命を僕らは共有している存在なんです。あ、俺神だ。言葉にするとすごく変な人なんですけど僕が全てだっていう感じになります。今だけが存在なんですよ。だから今ってのは実は存在ってことなんですよ。これはもうこのように起きることに決まってたんだ以上で、どこまでやったって悟れないということが分かるまで、うん、ギリギリまで追い込んで、うん、でやっぱり悟れないって考察した時に悟りがあるんだよ。でそれを昨日ねちょっと別な言葉で言ったら、うん、さーっと引いちゃったんですけど、もう引く話はいいって。いやでももうちょっと言いたいんですよ。それでも言いたいみたいなところがあって、覚悟の上聞いていただきたいんですけどね、はいはい、世界この世には、うん、意味も価値もないんです。ドン引き僕らの人生には意味も価値も目的もないんです。でもそうだよね。うんって言ってくれた。